皆さんこんにちは。1997年にセントラル子ども劇団に入団にし、芸能生活をスタートさせた鳴海莉子さん。2000年に公開されたトリックで女優デビューを果たし、2005年日本テレビで放送されたドラマ瑠璃の島などで話題を呼び、注目を集めた実力派女優の鳴海莉子さん。当時はその表現力の高さや、その凛とした顔立ち、トレードマークの黒髪ロングヘアなどが話題を集めたことが人気の理由でした。そんな鳴海莉子さんと噂になった男性はこれまでに3人いるようです。しかも全員超イケメンだといいます。その3人について見ていきたいと思います。1人目は綾野剛さんです。鳴海莉子さんに初めて熱愛の噂が出たのは2013年のことでした。そして2014年1月4日発売の東京スポーツには、綾野剛さんと鳴海莉子さんが新宿で映画デートをしているところをスクープされています。そしてなんと驚くことに、最初にスクープされた時にはまだ鳴海莉子さんは10代だったのです。鳴海莉子さんと綾野剛さんの年齢差は11歳でした。付き合っていた時は相当な大人の男という感じがしたことでしょう。綾野剛さんは1982年1月26日生まれ、岐阜県の出身です。新宿で親密な雰囲気を漂わせながら映画を鑑賞していたそうです。隣同士に座り、顔を寄せ合って耳元でささやく姿を見せるなど、友達以上の空気を醸し出していたそうです。しかしこちらは2人きりではなくダブルデートだったとの話もあります。このことから2人の熱愛は信憑性は低く、噂であった可能性は高そうです。2人目は山下翔平さんです。パリコレモデルも務めた山下翔平さんとの熱愛がスクープされたのは2014年のことでした。綾野剛さんとのデートから1年経った頃です。この時にフライデーがスクープした写真では、鳴海莉子さんがタバコを吸っており、熱愛スクープよりもそっちに注目が集まってしまいました。鳴海莉子さんはポケットから年配の男性たちに愛される銘柄であるハイライトを取り出し、貫禄たっぷりに一服し、店の外に置かれた灰皿に慣れた手つきで倍をポンポン落としていたというのです。当時の鳴海莉子さんの年齢的には全く問題ないのですが、やっぱり人気女優というだけあって話題になりました。山下翔平さんは1990年10月14日生まれ、長崎県の出身です。ポップアイで日本のモデルデビューを果たし、2013年には幼児山本の 2013SS パリメンズコレクションでデビューしました。さらに2013年6月パリメンズコレクション 2014SS シーズンに参加しています。幼児山本、ジュリアン・デイビッドをはじめとする4つのブランドに出演しました。3人目はクロード・モーガンです。クロード・モーガンは1995年4月17日生まれ、東京都の出身です。父親がイギリス人、母親が日本人のハーフですが、生まれも育ちも日本とのことです。メンズノンノーなどの男性ファッション雑誌でモデルを務めています。2人の熱愛がスクープされたのは2016年のことでした。相手は当時23歳で、3歳年下の20歳でした。2人は表参道でデートし、クロード・モーガンが子犬をあやすかのように鳴海莉子さんの頭をポンポンと撫でていたそうです。その後は鳴海莉子さんの熱愛スクープは出ていません。その後2020年9月鳴海莉子さんが一般男性と結婚したことを発表しました。イケメンたちとの熱愛が噂されてきた鳴海莉子さんですが、一般男性との幸せを手に入れたようです。結婚後も仕事は続けていくとのことなので、今後の活躍も期待したいところです。もしかしたら最後に熱愛報道されたクロード・モーガンさんがモデルの仕事を辞めて一般人になっている可能性もあるではないかと思い調べてみました。しかし残念ながらその予想は外れ、クロード・モーガンは現役でモデルのお仕事をしているようなので、鳴海莉子さんの夫ではありません。別の方です。鳴海莉子さんは私事ではございますが、この度結婚いたしましたことをご報告させていただきますとコメントを出しました。続けてお相手は一般の方で、2020年9月中旬に入籍いたしました。今後も変わらずに仕事を続けていきたいと思いますので、温かく見守っていただけますと幸いです。
今後ともよろしくお願いいたしますと締めくくっています。熱愛報道もさることながら、やはり衝撃を与えたのは喫煙デート報道でしょう。清純派のイメージがあった女優だけに、喫煙デート報道は少なからず世間に衝撃を与えました。しかしロック好きな鳴海莉子さんなので、むしろかっこいい、惚れたなどの意見もあったので、一概にイメージダウンとも言えないかもしれません。清純派女優として売り出し中の鳴海莉子さんでしたが、ある時期からその見た目が全く変わってしまったと話題になりました。写真で比べると一目瞭然でした。1997年に芸能界デビューしていますので、すでに芸歴としてはベテランの鳴海莉子さん。それにもかかわらず、なぜこんなにも女優業に差し支えるほどの激太りをしてしまったのでしょうか。全盛期と言われる頃の鳴海莉子さんの3サイズは、バスト85、ウエスト60、ヒップ86とスラッとした高身長で、スタイルは抜群でした。体重は非公開となっていましたが、この頃のグラビアの写真などを見るに、45kg から 50kg 台前半ではないかと推定されます。この激太りの原因として噂されたのが、前述した同時期に出た熱愛報道と喫煙報道でした。このスクープを機に、それまでメディアに引っ張りだこだったイメージから一転して、あまりテレビなどで見かけなくなりました。当時はクリーンな印象で売り出していたため、仕事は激減してしまったそうです。実際、鳴海莉子さんがブレイク中の2010年からスキャンダルが発覚した2014年以降の映画やドラマの本数を見比べてみると、それまでは順調に来ていたオファーが一気になくなった印象があります。熱愛報道と喫煙報道からの激太りは、確かにベテラン女優としては不覚かもしれません。一方で、激太りや出産で引退という噂もありました。これまで鳴海莉子さんは、瑠璃の島というドラマで世間から見捨てられた孤独な小学生という難しい役どころを見事に演じきり、小袋の主題歌とともに大きな話題となりました。その演技力が高く評価され、その後も次々と蜂蜜とクローバーをはじめとした人気ドラマの数々や映画に出演している姿が見受けられました。演技力の高さに加え、その大人らしい外見からも実年齢より高い役を務めることが多かった鳴海莉子さん、若干14歳の時点で23歳の役という、およそ10歳年上の役を演じていたこともあったほどです。そんな鳴海莉子さんは1992年生まれで、代表作「瑠璃の島」の当時には10代前半だった彼女も、今やアラサーです。そこで先ほども触れましたが、2017年あたりでなぜか妊娠、激太りなどのワードで検索され始めるのです。実際には出産や妊娠の事実はありませんでした。しかし、これらの噂の裏には、いくつかの写真の存在があったようです。激太りというほどではありませんが、一時期に比べると多少ふくよかだった時期があるのは事実のようです。その時期に胸周りや腹囲がゆったりとしていた服を着ていたせいで、その写真が出回り、妊娠などのワードがついて回るようになったのです。もともとスレンダーな印象が強かったせいもあり、一部の視聴者からはそのように見えてしまったのでしょう。当時結婚の情報がなかったことも相まって、シングルマザーになったなど噂にどんどんと尾ひれがついてしまったのです。もともと太りやすい体質らしく、太った際には部分部分が太るというよりも、がたいが良くなるような太り方をするそうです。この体重増減の激しさなどによって、プロ意識が欠けているとされ、ドラマなどへの出演機会が減ったという噂もありますが、真偽のほどは定かではありません。さすがに本人もまずいと思ったのか、しっかりとダイエットに成功した様子です。激太りの波はなくなり、ある映画では濃厚なラブシーンも務め上げました。鳴海莉子さんは、毒舌、性格が悪いと噂されていたことがあります。そんな彼女の性格は、本人が言うには内気で、大勢でワイワイするのが苦手、休みの日には家にいたいインドア派だそうです。あまりバラエティ番組で見かけなかったり、 SNS で見かけたりすることがないというのも納得の性格です。ところが実際のところは、過去に男性と喫煙している姿がフライデーに収められるなど、芸能界の中では男遊びが激しいイメージがあります。本人が言うように内気かどうかは分かりませんが、
堀越高校に在籍時はあまり友達がいなかったというのは事実のようです。そういった背景もあり、あまり同性の友人が多くいないことなどから性格がきついと噂されるようになったそうです。いかがだったでしょうか。今回は女優なるみりこさんのこれまで噂になった男性の情報と性格などについて深掘りしていきました。メディアでの露出がめっきりなくなったイメージのなるみりこさんには引退するのではないかとの噂が流れたことがあります。ただ結婚した時のコメントにもあるように今後も仕事は続けていく意向のようです。実際のところドラマ出演や映画主演と忙しい日々を過ごしているようです。一時期新型コロナウイルス感染拡大の影響で活動が制限されたこともあったようですが、現在は公私ともに順調のようです。今後もドラマや映画で姿を見られることを楽しみにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。